密入国してきた外国人テロリストグループ、その脳内記憶には3年前に逃亡した元執行官の姿、君なら見間違えることはないだろう。公安局刑事課だ。リターンフォーユー。なんだあいつら、戦い慣れている。鴻上信也が完全に犯罪者になったのではないかと考えている。密入国の経路も判明した。シーアンだ。ようこそ。我々はあなたとシビラシステムを歓迎します。シャンバラフロートの管理トップはシビラシステム。逮捕します、鴻上さん。まさかこんなところまでやってくるなんてな。ターゲットアイデンティファイ。彼らにとってシビラシステムの本体は海の向こうのブラックボックスだ。こんなやり方で何が変わるって言うんです？彼らは鴻上さんを牧島と同じ場所に祭り上げてしまうかもしれない。常森監視官にこれ以上余計な重荷を背負わせるんじゃない。どうする監視官、俺を止めるか見逃すか、どっちかだ。あのやり口は軍の連中とは違う。お前にはアジテーターの素質が。この国の民衆が我々を拒むと。シビラという檻の中で飼いならされるか、あるいは檻の外で弱肉強食の法則に身を委ねるか。何が守るに値するか、それは自分の意思で決めるものよ。